皆さんこんにちは、萩田穂乃です。今日は週刊プレイボーイで連載されています、激うまバカレシピ研究所に載っているお料理を作っていきたいと思います。バカレシピは B 級フード研究家の野島真一郎さんが考えたお料理で、コンビニ飯やスナック菓子、カップ麺などを使った簡単で楽しくて美味しいお料理がたくさんあります。今回は札幌一番のカレー飯つけ麺に作ってみたいと思います。札幌一番を使ってカレー飯をつけだれにしたつけ麺です。私はお料理が結構大好きで、普段からよく作るんですけど、ローストビーフが中でも得意で、最近はビーフシチューをことなしで初めから作ったりしています。ラーメンも特に大好きで、食べ歩きもねよくしていたんですけど、今回はラーメンを使ったつけ麺で、しかもつけだれがカレー飯っていう、私もまだ挑戦したことのない組み合わせで、どんなものになるのかすごく気になってます。ラーメンは私も好きすぎて、岡山に一人で5日間修行に行ってきた。毎日毎日こうラーメンを茹でてスープを入れてっていうのをひたすら練習して、こう一からラーメンを作れるようになって、こう平ざるで湯切りも私得意です。カレー飯これはなくて、実はでもずっと気になってたんですけど、なかなか食べる機会なかったので、今回ちょっとすごく楽しみなんですよね。札幌一番よく夜食に食べたりしてます。味噌が多いって、今も家に味噌味がストックされてるんですけど、でわかめ入れてそのまますぐ食べちゃいますよく言われますよく見た目はおとなしそうに見えるけど、喋ったらなんか違うねってよく言われます今回使う食材はこちらです。まず札幌一番の塩ラーメンとカレー飯ビーフですね。最後はチーズ味のうまい棒3本です。この3つが合わさってどんな料理になるのか、やっていきたいと思います。頑張ります。はい、まず、このお鍋でお湯を沸かしていきます。私結構ラーメンが好きっていうのもいつもプロフィールにも書いてるんですけど、お湯は沸いたので麺を入れます。それで、あ、おお、すいません、ちょっとアクシデント。これでほぐしていきます。3分ですね。結構家族で全員でラーメンよく食べるんですけど、最近はお母さんがそのスープを作り出して、私が毎回帰省するとラーメンを作ってくれるんですけど、本当に美味しくて、ラーメン屋を出したいって言ってました、老後は。で、私がその岡山に行った時に初めて食べたラーメン屋さんで、めっちゃ美味しいってなったラーメン屋さんがあって、グリコっていうラーメン屋さんなんですけど、そのラーメンは結構鶏をベースにした味を取っていて、喋ってるうちにラーメンが茹で上がったので、ザルに上げていきたいと思います。私が岡山で修行した時ぶりに使うザルです。これを揚げていきたいと思います。ちょっと、あー久しぶりだ、岡山を思い出します。まあ、こんな感じでやったら冷水に冷たくしていきます。札幌一番の麺茹でてから冷水にあげるのってやったことありますか？これここでね、多分ちゃんと冷水で浸してから、ちゃんと水気をね切るのが大事だと思うんで、こうやって手首のこれ力が必要なんですよ、こうやって麺切るときはなんてちゃんとそれを意識して切ってくださいねそれではいい感じに麺が冷たくなったので、ここでちゃんと、はい、こうやって汁気を取って、完璧です。これはお皿に盛っておきます。これで麺は完成です。それでは次です。続いてカレー飯に塩ラーメンのスープも半量ほど入れてくださいね。よし、それではちょっとやっていきます。じゃあお湯を沸かしていきます。で、その間にこの線まで剥がして、あ、こんな感じなんですね。もう開けた瞬間に匂いが美味しい、もうすでに美味しいです。
お、それでは沸いてきましたよ。これを、この内側のね線あるんですけど、それよりも1センチから 1.5 センチぐらい上まで注ぐのがポイントです。じゃあ注いでいきます。わあ、すごい。こんぐらいですね。で、塩ラーメンのスープも半分入れていきます。このぐらいかな。入れたらしっかりと全体をかき混ぜます。これね、ここでちゃんとかき混ぜないと全体にね、こう行き届かないので、ここでね、ちゃんとしっかり皆さん混ぜ混ぜしてくださいね。お、混ざりました。で、蓋をします。え、これ何分か待つんですか？5分待ってください。この表示通り。最後のうまい棒ですよ。これをなんとここに突き立てるんです。そんな料理見たことないんですけど、このうまい棒が溶けてとろみが出たら完成になるみたいですよ。うまい棒、私いつもサラダ味が好きなんですよ。それかコンポタ味をずっと食べてたんで、チーズも食べた記憶はないから、チーズ味なんで、まあね、絶対合っちゃうのかなと思うんですけど、まあ、味はね想像つかないと思うので、出来上がりを楽しみにしたいと思います。はい、では5分経ったみたいなので、これを突き立てていきたいと思います。すごいちょっと楽しみなんですけど、創作料理ですね。これはちょっとスープ、本当にタレですね。つけだれだ。中のカレーが溶けて、もうすごいいい匂いします。それではこれを立てていきたいと思います。立てます。あ、浮いてきちゃいますね。コツがあって、うまい棒はこう全部ね溶かさず半溶け状態で食べると美味しいみたいですよ。それではチーズ味のうまい棒を3本、こんな感じでうまい棒を突き立ててみました。それではこれで札幌一番のカレー飯つけ麺完成です。じゃーん。それでは早速食べていきたいと思います。美味しそうです。すでにちょっと受けて、あ、いい感じにうまい棒も溶けてきましたよ。麺を作って、うわー、入れます。絡みつけて食べたいと思います。美味しそう。じゃあいただきます。やばい、これはちょっと止まらなくなっちゃうんですけど、多分カレー飯だけでも多分とっても美味しいんだと思うんですけど、札幌一番の塩のねスープの素を入れることによって、本当のもうカレースープのように出汁もちゃんと効いてるんですよ。あとこの麺がご飯と絡まって不思議な感じなんですけど、もうより濃厚な味になって癖になっちゃいそうな味です。あとね、このうまい棒が溶けてるんですけど、チーズの風味でちょっとまろやかになって、これちょっとハマりますね。うん、おいしい。皆さんにも食べてほしいなって思うので、お約束のあーん、あーん、ラーメン一緒に食べよう。皆さんにここでお知らせがあります。私のデジタル写真集ほのぴぴぴよりが現在発売中です。このグラビアは、まあ、私らしい元気で明るくハッピーなグラビアにしたいということで、笑顔がいっぱいな写真だったり、ちょっと大人っぽい写真も中にはあるんですけど、いろんな一面の私が見られると思うので、ぜひ皆さんにも見てほしいです。こちらは週刊プレイボーイの EC サイト、週プレグラジェパほか主要電子書店で購入が可能です。たくさんの素敵な写真が見られますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは皆さん、ありがとうございました。萩田穂乃香でした。バイバイ。